吉川英治作宮本武蔵風の巻より母大一刀指名山別名比叡山の南の峰に高く位置しているので東と西の塔は言うまでもなく与川と飯村の谷田にもいながらに見える。 山階の埃りや芥の大河も遠く霞の下に眺められここ無動寺の庭園は弱として雲の巨雷の上にあった「洋物運院洋物運園仏法草園常略河城長年関税音忘年関税音」。 ねんねんじゅうしんき、ねんねんふりしん。誰かむどじのおくまったひとまのうちから。じゅすともなく、となうるともない。じっく、かんのんのこえが。こえというよりは、おのずからでるつぶやきのように、もれてくる。そのひとりのとは、いつのまにか。 我を忘れたかのごとく高くなり気がつくとまた低くなった炭で洗ったような大床の回廊を白い衣を着た千五僧が粗末なお時の禅を目八分に捧げその強音の聞こえる奥の杉戸の内へ持って入ったお客様千五僧は 前を隅へ置いたそしてまた「お客様?」膝をついて呼んだが呼ばれた者は後ろ向きになったまま背をかがめており彼の入ってきたのも気づかない様子なのであった数日前の朝見る影もない血まみれな姿して剣をつに ここへたどりついてきた一修行者ここから西に下ればまっすぐに修学院白川村あのきらら坂や下がり松の辻につながるお昼をもってまいりましたお客様ここへお膳をお置きいたしますやっと知ったようにおう 武蔵は背を伸ばし振り返って禅と稚児葬の姿を見ると恐れ入ります座り直して礼儀をしたその膝には白い木くずが散らかっていた細かい木くずは畳や縁にもこぼれている先段か何かの香木と見えかすかににおう心地がするすぐ召し上がりますか はいいただきますじゃあお給仕申しましょうはばかりさまですな輪を受けて武蔵は食べにかかる千五荘はその間武蔵の後ろにキラキラ光っている小塚と彼が今膝の上から下ろした五寸ほどの木材をじっと見ていたがお客様何を掘っておいでになるんですか 仏様です。阿弥陀様いいえ観音様を掘ろうとしているのですけれどのみの心得がないのでなかなかうまく掘れないこの通り指ばかり掘ってしまう手を出して指の傷を見せると千五荘はその指よりも武蔵の袖口から見える肘の白い包帯に眉をひそめて 足や腕のおけがはどんなでございますかあその方もおかげでだいぶよくなりました。ご十字にもどうかお礼を言っておいてください。観音様をお掘りになるなら柔道へ参りますと誰とかいう名人の掘ったという柵のよい観音様がありますよ。ご飯が済んだらそれを見に行きませんかそれはぜひ見ておきたいが。 中道まで道はどれほどあろうかな千そうは答えている。はい。ここから中道までの道は、わずか十丁ほどしかございません。そんなに近いのか。そこで武蔵は、食事が終わると、そのお小僧に伴われて、とうとうの根本中道まで行ってみるつもりで、十一日目で久しぶりに大地を踏んだ。 もうすっかり良くなったつもりでも土を踏んで歩いてみると左の足の闘魂がまだ痛む腕に受けた傷跡にも山風が染み入る心地がするけれどさつさつと鳴り揺らぐ木々の間に山桜は散って季節を回せ空はやがて近い夏の色をたたえかけている武蔵は 萌えいずる植物の本能のように体の内から外へ向かって現れようとしてやまないものに突然と筋肉がうずいてくるのを覚えた。お客様と千五荘はその頭を見上げあなた様は標法の修行者でいらっしゃいましょう。そうだ。なんで観音様なんか掘っているんですか お仏像を掘ることを習うよりもその暇になぜ剣の勉強をなさらないのです童心の問いは時によるとハイフを刺す。武蔵は足と腕の闘魂よりもその言葉にズキンと胸の痛むような顔をした。まして相当このお小僧の年頃も十三四。 下がり松の根元で戦いに入ろうとするやいな、真っ先に切り捨てたあの玄次郎少年とちょうど年えも体の大きさも似て見えるあの日幾人の手負いと幾人の死者を作ったろうか武蔵は今も思い出すことができないどう切ったか どうあの死地を脱したのか、それも切れ切れにしか記憶がない。ただ、あれからのち、眠りについてもちらついてくるのは、下がり松のもとで敵方の名目人である玄次郎少年が、怖い、と一声叫んだのと、松の皮と一緒に切られて大地へ転がった、あの痛い,いけな可憐な亡骸だ。 かしゃくはいらぬ、切れ。という信念があったればこそ、武蔵は断じて真っ先に切ったのであるが、切って、そしてこうして生きている後の彼自身は、なぜ切ったか、とそぞろにくい、あれまでにしないでも、と自分の苛烈な仕方が自分でさえ憎まれてならない。 ことにおいて後悔せず旅日誌の端に彼は勝って自分でこう書いて心の誓いに立てていたけれど源次郎少年のことだけはいくらその時の信念を呼び返して心に持ってみてもほろ苦く裏悲しく心が傷んでたまらなかった。 修行の道というものにはかかることも踏み越えてゆかねばならないのかと思うと、あまりにも自分の行く手は症状としている。非人道的である。いっそ剣を折ろうか。とさえ思った。特にこの糊の山に分け入っていく日、下両瓶河の根にも似た中に真事を済まし、 血潮の酔いから醒め我と我が身に帰ってみると彼の胸には母大を生じないではいられなかった。手足の傷の癒える日を待つつれずれにふと観音像を掘りかけてみたのは源次郎少年の供養のためというよりは彼自身が自身の魂に対する残機の母大行であった。 お小僧。武蔵はやっと答える言葉を見つけ出していった。じゃあ、原神僧図の柵とか、弘法大師の堀だとか、このお山にもひじりの彫った仏像がたくさんあるが、あれはどういうものだろう。そうですね。千五僧は首をかしげて。そういえば、お坊さんでも絵を描いたり、 彫刻をしたりするんですね。と、特進したくない顔つきをしながら、うなずいてしまう。だから、賢者が彫刻をするのは、賢の心を磨くためだし、仏者が塔を持って掘るのは、やはり無我の境地から、三田の心に近づこうとするために、他ならない。絵を描くのもしかり、 を習うんでもしかりおのおの仰ぐ月は一つだが高嶺に登る道をいろいろに踏み迷ったり他の道から行ってみたりいずれも皆愚瘡円満の自分を仕上げようとする手段の一つにすることだよ。理に打ちかけるとお小僧は面白くなくなったと見え小走りに先へかけて 草むらの中の一気の石を指さし、お客様、ここにある日は、自中和尚というお方が書いたんですって、と案内役の方に移る。近づいて苔の中の文字を読んでみると、海苔の水、浅くなりゆく末のよう、思えば寒し、冷えの山風。 武蔵はじっとその前に立ち尽くしていた偉大な予言者のようにその苔石が見える信長という恐ろしく破壊的でまた建設者が現れてこの比叡山にも大鉄追を下したためそれ以後の五山は政治や特権から放築され今では弱として元の宝刀一水の山に帰ろうとしているが 今なお、奉仕のうちには、威力横行の威風が残っているし、雑の位置をめぐって、相国の健忘や争いごとはやまないと聞いている。属性を救うためにある霊山が、人を救うどころか、かえって属性の人に飼われて、辛くも伏せ経済の習慣によって生きているという現在の風を思い合わせると、 武蔵は無言の日の前にあって無言の予言を聞かないではいられなかったさあ参りましょう先を促してお小僧が歩みかけると後ろから手を挙げて呼ぶものがあった無道寺の中元僧である振り返る二人の前へその中元僧をかけてきてまず お小僧に向かいおい青年お前は一体お客様をご案内してどこへ行くつもりじゃ中道まで行こうと思って何しにお客様が毎日観音様を掘っているでしょうところがうまく掘れないとおっしゃるもんだからそれなら中道に昔の名将が作ったという観音様があるからそれを見に行きませんかと言って では今日でなくてもいいわけだの武蔵はそれを引き取って中元僧へ詫びた。ご用もあろうに無断でお小僧を連れまいって悪いことをいたしたな。もとより京都とは限らぬことどうぞお連れ帰りください。いいえ呼びに参りましたのはこの稚児僧ではなくあなた様にお差し支えなければ戻っていただきたいと思いまして。 何、拙者にはい、せっかくお出ましになった途中を何とも恐れ入りますが、誰か拙者を訪ねてきたものでもあるのでござるか。一応は留守と申しましたが、いや、今ついそこで見かけた、どうでも会わねばならぬから、呼び戻してこいと言うて、がんとして動かないのでございます。 はて誰だろうか。武蔵は小首をかしげながらともかくも歩み出した山法師の横暴ぶりは政権や武家社会からは完全に追われていたがまだ山法師そのものの生息はこの山に残存していることはもちろんである「スズめ百まで」の例えの通りいまだに姿も改まらないで。 高ぼくりをはき、大立ちを横たえているのがあるし、長江を小脇に持っているのもある。それが一塊、ざっと十名ほど、無道時の門前で待ち構えていた。来たあれか耳打ちし合いながら、ば色の頭巾や黒いの影が、もうそこに近く見えてきた。武蔵と千そうと、 その二人を迎えに行った中元層の姿とへ、じっと視線を揃えた。何用だろうか。迎えに来た者が知らないのであるから、武蔵には元よりわかっていない。大義じゃった。お主らに用はない。門内へ突っ込んでおれ。一人の王法師が長江の先で、 使いにあった中元僧と千代僧と追い払った。そして武蔵へ向かい、そこもとが宮本武蔵か、と尋ねた。先が礼を取らないので武蔵も直立したまま、されば、とうなずいてみせた。するとその後ろからずいと一足進み出した老奉士が、 修道延暦寺の終盤により申し渡す。と、法書でも読むような口調で言った。永山は上智たり、礼儀たり、怨恨を負って逃避する者の潜伏を許さず、言わんや不定闘争の輩らおや、じゃ。ただいま、不動寺へも申し置いたが、即刻、東山より退去あるべし。 威廃あるにおいては三門の原則に照らして断固処罰妄想うぞ。さよう心得られい。武蔵は唖然として相手のいかめしさを眺めていた。なぜだろう。不審なわけだと思う。はじめこの無道寺へたどり着いて身柄を依頼した折に、無道寺では念のため、 中道の薬寮へ届けを出して、差し支えないという許可を受け、その上で自分の滞在を許してくれたのであった。それを急に罪人でも追うように追い立てるには何か理由がなくてはならない。大勢の趣は承知いたしました。支度も整わず、今日はもはや明るい間も乏しゅうござれば、明朝 つかまえつりましょうそれまでのご猶予武蔵は一応そうおとなしく受けておいてしかしこれは何か私直のお指図でござろうかそれとも当山の薬領の沙汰であろうか先に無道寺よりの届けには大罪のこと苦しからずとお許しあったものをにわかなご幻明 はなはだその意を得ぬが突っ込むと「おお、そう聞くならば一ってかわそう」「薬料においては最初下がり松にて吉岡方の大勢をただ一名で相手にした侍とお手前に満行の行為を持っていたのではあるがその後いろいろと悪評が伝わりお山に革命置くべからずという祝議になったからじゃ。 悪評武蔵はさまあろうことのようにうなずいた。その後の吉岡方が世間でどう自分を言いふらしているか想像するにかたくないからである。ここでそんな噂をまたぎきした人々と何をか言い争う。武蔵は冷ややかにもう一度わかりました。 否やもござらぬゆえ明朝は必ず立ち退きまする。答え話して門内へ入ろうとするとそのせいツするように別の胞子たちが口々に罵った。見よゲドラらさつめ。パカ。んじゃとむっとしたに違いない。武蔵は足を止めそして 自分に帳場を浴びせた同州をねめつけた。聞こえたか。こう言ったのは今、武蔵の後ろから下道とどなった奉使だった。武蔵は心外そうに。役僚の命とあるゆえ、神妙に大せごとを受け申しておるに、口汚ないバりは心えもうさぬ。わざとそれがしに喧嘩でもうろうと目さるか。 見けに使える我々、喧嘩など売る気はみじんもないが、おのずから喉を破って今のような言葉が出てしもうたのだから仕方がない。すると他の奉仕も天の声だ。人をもって言わしめたのだ。加星するようにわめきかかった。下げすみの目と、帳馬のつばとが、武蔵の身に集まった。 武蔵は耐えられない恥辱を感じた。しかしいかにも自分に挑むような彼らの態度に固く自分を警戒して黙っていた。この山の奉仕といえば下長いことでは古来から有名である。同州というのはいわゆる学寮の生徒である。生意気盛り、知識自慢、 頭でっかちの元気ふんふんなのがそろっているのだった。なんじゃ里のうわさが大きいのでしかるべき侍かと思うたがこう見たところつまらぬやつじゃ腹でも立ててくることかろくに物も言えんではないか黙っていればいるでなお毒舌を振るうので武蔵もやや色を成した。 人をしていわしめると言われたな。天の声と言われたな。そうだ。偶然と言い押してくる。それは何の意味か。わからんのか。三門の終盤を言い渡されても、まだ気がつかんのか。わからん。そうか。いや、己の神経ではそうまろうて。わねむべき男は何時だ。 だが、林根はやがて思い知るであろう。武蔵、そこもとの世評はひどく悪いぞ。下山しても気をつけろよ。世評など何者でもござらぬ。言わしておけばいいのだ。ふふ、何やら自分が正しそうなことを。正しい。俺は寸後もあの試合において卑劣はしていない。 不行して恥じるところはない。待て、そうは言わさん。どこに武蔵の卑屈があったか。卑怯未練をしたというか。剣に誓う。俺の戦いには、未人も横島はない。あっぱれ顔して大きく言おるわ。他のことなら、聞き流しもするが、拙者の剣に関わって、 あらぬ希望を言い立てると許さぬぞ。しからば言おうか。この問いに対して名答できるものなら答えてみなるほど。吉岡方は目にも余る大勢であった。完全一人で当たって戦い抜いたそこもとの元気というか、防御というか、命知らずなところだけは大いに買おう。えらいと称えておいてもいい。 しかし何がゆえにまだ十三四歳の子供まで斬ったかあの源次郎と呼ぶ幼少を無残にも切り伏せたか武蔵の表は水を浴びたように硝然と血の色を失った二代目清十郎は片輪となってとんせし射程伝七郎も何時の手にかかって果て あとに残る血筋といえば、あの幼少玄次郎しかないのだぞ。玄次郎を切ったのは、吉岡家に断絶を与えたのも同様なのだ。いかに武道の上とはいえ、血も涙もない仕方ではあるまいか。下道、羅刹の名をもってして、まだ言いたらぬ気がするわ。それでもお主は人間か。いや、この国の山桜花と、 ついと言われる侍と言えるか、どうじゃ。じっと差しうつむいて沈黙し続けている武蔵に対して、三門の憎しみもその戦いきさつが知れてきたためじゃ。他のいかなる事情を組んでも、あんな幼少を敵の数に入れて切った武蔵の心は許しがたい。この国の侍とはそんなものじゃない。 もっと強ければ強いほど、結出していればいるほど、優しいもの、ゆかしいもの、また物の哀れを知っているもの。永山は何時を追う。一刻も早くこのお山を出てうせい。あらゆる罵り、あらゆる超別。武蔵の胸には 少なくともそう答えた。同州たちは彼に浴びせかけてぞろぞろと帰っていった甘んじて武蔵はその無ちを受けついに黙り通してしまったがしかしそれに対して答えがなかったのではない俺は正しい 俺の信念は違っていない。あの場合、ただ、アーデルしか俺の信念を徹する仕方はなかったのだ。彼は心の内で、言い訳では決してない。今もこの心情はとって動かないのである。では、なぜ源次郎少年を切ったのか。 それに対して彼は自分の胸の内では明らかに言い切れる。敵の名目人とあるからには、それは敵の大将である。三軍の旗である。なぜそれを切って悪いか。またこういう理由もある。敵は七十人からの人数であった。いかに自分がシャリとなって戦っても、 そのうち十名も切れば、前線したものと言わなければならない。だがもし、吉岡の遺体ばかりをたとえ二十人切っても、残り五十人は後で外貨をあげるだろう。だから自分が勝ち名乗りをあげるためにも、誰よりも真っ先に敵方の正規であるところの対象首を、まず先にあげておく必要があったのだ。 全軍の守っている中心の印に自分の一撃を下しておきさえすれば、たとえ自分があの際切り地にしても、後に自分の勝利は証拠立てられる。もっともっと彼をして言わしめるならば、剣の絶対的な法則とその性質からでも、理由はなお行くことも言うことができる。 けれど武蔵は同州たちのメンバーに対してとうとうそれを一言も言わずにしまった。なぜならそれほどの理由を固く信念しても他人でない彼自身の胸の内に何とも言えない寝覚めの悪さ痛ましさやら残機やらを彼ら以上に生々しく胸に持って痛んでいるからである。 ああ、修行なんてもうやめようかうつろな目をあげて武蔵はなお門前に立ち尽くしていたくれかかってくる夕風夕空の中に白い山桜は散りまよっている今日までの一心不乱もその花びらのようにひひと 砕けて宙にさまよう心地がする。彼はふと町人の気軽さを思い浮かべた。光悦や醤油の住んでいる世間を考えた。そしてお通を。いや大股に彼は無道寺の中へ姿を隠した。 部屋にはもう明かりが灯っていた。ここも今夜限りに去らねばならない。降雪は問うところでない。供養の心持ちが菩提へ届けば足りるのだ。今夜のうちに掘り上げてこの寺に残してゆこう。武蔵は食台のもとに座った。そして、 掘りかけの観音像を膝の上に押さえ、小刀を取って一年にまた新しい木のくずを散らし始めた。